皆さんこんにちは2月24日土曜日リビングライフの時間です私は旧西軍の浅沢義人と言います今日も皆さんと一緒に見言葉から力を受けていきましょう今日の聖書箇所はヨエル書1章1節から12節テーマは近づく裁きの前に国家的な悔い改めを促すです ヨエル書、一章、一節から十二節ペトエルの子、ヨエルにあった主の言葉。長老たちよ、これを聞け。この地に住む者も皆、耳を傾けよ。このようなことが、あなた方の時代に、また、先祖の時代にあっただろうか。 これをあなた方の子供たちに伝え。子供たちにはその子供たちに。その子供たちは後の世代に伝えよ。神稲子が残したものは稲子が食い。稲子が残したものはバッタが食い。バッタが残したものはその若虫が食った。目を覚ませ、酔いどれよ。 泣け、泣き叫べ、すべてぶどう酒を飲む者よ。甘いぶどう酒があなた方の口から立たれたからだ。ある国民が私の国に攻め上ってきた。それは力強く数え切れない。その葉はおじしの葉。それには目じしの牙がある。 それは、私のドウの木を荒れ捨らせ、私のいちじくの木をこっぱにした。これを丸裸に引き抜き、投げ倒し、その枝枝を真っ白にした。痛み悲しめ。荒布をまとった乙女が、その若い時の夫のためにするように。穀物と注ぎの捧げ物は、 主の宮から立たれ、主に仕える祭司たちは模に服す。畑は荒らされ、地も模に服す。穀物が荒らされ、新しいどう酒も干上がり、油も枯れるからだ。恥を見よ、農夫たち。泣き叫べ、どう作りたち。小麦と大麦のために。 畑の刈り入れがなくなったからだブドウの木は枯れイチジクの木はしおれたザクロもナツメヤシもリンゴも野の,のすべての木々は枯れた喜びが人の子らから消え去った皆さんの中にはあ誰かに重要なことを言わなきゃいけない時 また、重要な決断をしなければいけない時あるでしょうかお仕事だったり、また働きの中だったり、多くあるのではないでしょうかあーそういう時、皆さんはどういうふうな姿勢で向かっていくでしょうか、まあ、あ,るある方はもう淡々とやられる方もいるでしょうけれども、えー、私の場合はですね、できれば逃げたいタイプです。できれば、あ見て見ぬふり。 ああある種居心地のいい場所に留まりたいタイプであります、えー、特に強い意見が出たときにどういうふうに返せばいいのかもう考えるだけで、えー、眠れない日を過ごすことも多くあるわけです極力波風を立てたくないことがあ,あるわけなんですよねでもその時に、えー、ある恩師からこういうアドバイスをいただいたんです よしとくんそういう時はね狭いもんから入るんだよと狭いもんから誰もが通りたくないその門を通っていくんだ誰もが見て見ぬふり逃げたに逃げたいその思いたくさんあるけれどもでもあえてこの狭いもんもが通りたくない門をくぐっていくとき より神様と近くなってより神様の御言葉をいただいてより神様の示しが分かってくるからねついつい見て見ぬふり逃げたい時この言葉先輩のクリ,クリスチャンの言葉をよく思い出して祈って御言葉をいただいて進むことが多くあります。皆さんの中でではどううしょうか 今日の「ヨえる書」はこの預言者「ヨえる」の書物でありますけれどもえこの「ヨえる」という人物がどういう人物であるかということはあまり定かに書かれていませんえこの南ユダ王国でえ活動していたエリアエリシャの間ぐらいで活動していたあ預言者であろうと言われています。 このヨエルという人がですね言うわけなんですね長老たちをこれを聞けと長老たちをこれを聞けと言うわけなんです何を聞けと言うのかというとこれからこの地にがが起こここっててくるとといいうことが記されていますこのヨエル書の一章の四節でもどのような飢饉が起こってくるのかというのが書かれています。イナゴが出てくると あのモーセがエジプトの災いの8つの災いの中で出てくるこのイナゴというものこれがこの地にまた起こってくる大飢饉が起こってくるということがこの夜を通して言うわけなんですね当時のこの人たちはまさか自分たちの国がそのような災いが起こるはずがない。 そしてそのような災いがあ,あったとしても神様が守ってくれるということがあ彼らの当時思思っっていいたたことだったとだますしかしヨエルはそれでも言うわけなんですね長老たちをこれを聞けと飢饉稲子と出てきますけれども言うならばこの隣国がこのユダ南のユダを攻めてくる から私たち改めて主の言葉を聞きななさいといとう警告だったわけなんです当時の人たちは思ったでしょうさっきも言ったようにまさかうちの国が来るわけじゃない来るわけがないというかあの若造のクリスチャンにリーダーに言われたくはないよと何を言ってんだと俺たちの方がもっと信仰深く。 長年この神様の立法を守ってきた者たちじゃないか何を言うかと思ったでしょうしかしヨエルは長老たたちを聞けけと言ったわけですここで言いたいのは人の言葉歴史ではなくて今与えられている神様の言葉に聞き従うのかどうか ここでヨエルを通して私たち示されるのではないでしょうかたとえ言いにくかったことだとしてもたとえ平穏な状況だったとしてもいや神様はこの状況を通して何を言おうとしているのか何を起こそうとしているのかこの神様の言葉 神様の示しを通して私たちは日々の生活兄弟姉妹と一緒にそのことを示し合っているのかということを問われているのかと思いますこのヨエルの一章の5節で目を覚ませと言っているわけです力強く目を覚ませと言っているわけです平穏だ 大丈夫だという中でも敵はいついかなる方法で私たちを攻撃するか分かりません悪魔の策略は本当に私たちをどのようにして陥らせようとするのかこの恵みを失わせようとするのか今,今にでもめがけていくわけなんです だからこそ目を覚まし続けてこの「主の御言葉に立っていくならば「主の示しに御声に立っていくならば私たちは「あ主が次どのように私たちを進ませようとしているのかたとえこういうふうな平穏な状況だったとしても私たちを動かそうとしているのかということを私たちに説いているのではないでしょうか。 なかなか言いづらい、づらななかなかこの示しを今日与えられた御言葉をシェアしづらいことだったと,だったとしても主は私たちに語りなさいそれを共有し合いなさいということを今日私たちに説いているのではないでしょうか。 がんじがらめになっているその思いがあるのならば、聖書は約束してくださっています。キリストは私たちを解放してくださると。私たちに自由を得させるために私たちを解放してくださるんだと。自由とは、この真理にある自由です。このイエス様にあるこの自由をもって、次に神様が何を 私たちに示そうとしているのか動か,く動かそうとしているのかを私たちに導こうとされているのです私たち常にこの神様の示しを神様が言われていることにただただ大地に聞いて進む一日でありたいなと思いますそれをもって今日一日動いてまた愛する兄弟姉妹と 今日神様にこういうい示しがあった,たとえ言いづらい雰囲気があったとしてもたとえ今平穏でそういうことを言う状況じゃ,じゃなかったとしても神様は今このことを言っているということを主の与えてくださる力と勇気を持って言う一日でありたいなと思います。 皆さんいかかがでしょうかもう言いづらい時また何もこういう時に言わなくてもと思う時でもそれでも神様は私たちに示していきますたとえどんな雰囲気だろうと私たちが硬直して何かに縛られようともこれを言いなさいこれに進みなさいと言われています。その見声を第一に聞いていてくならば 私たちをよりさらに神様を用いようとしてくださり、神様は祝福を注ごうとしています。そのことを覚える今日一日でありたいなと思います。一言お祈りをさせてください。天皇お父様、ありがとうございます。今日の御言葉を通して、もう一度、あなたが私たちになせということを教えてくださり、ありがとうございます。 なかなか私たち雰囲気を見て、状況を見て、自分の示されたこと、自分が与えられた御言葉をシェアできない、言うことができない、決断することもできない、そのような状況が起こってくる一日かもしれません。でももう一度、その時、ひりふして、あなたを見上げていきたいと思います。目を覚ましなさい。 私があなたに与えたから私が全部責任を取ると言ってくださるあなたによって私たち大胆に動いていくことができますようにお導きください今日特別に決断をしなければいけない言わなければいけないこの状況でこの雰囲気でそういうふうな兄弟姉妹おられるかもしれませんあなたが上からの力を与えてくださり 見言葉を与えてくださり、精霊の働きによって励ましてくださいますようにお導きください。感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン